こんにちは、井上です。今日は Google フォトから Amazon フォトへの移行方法についてお伝えいたします。Google フォトが2020年6月から実質的に無有料化になりましたんで、まあ、Amazon フォトに移行したいなと思われる方もいらっしゃるんではないかなと思って、今回の動画を作ってみました。Google の画面を開いていただいて、 Google アカウントを管理というところをクリックしていただくと、まあ、こういった画面になるの、画面になるので、まあ、で、データとカスタマイズをクリックして、データをダウンロードというところをクリックします。で、そうすると、ここに、あの、Google のあらゆるデータをエクスポート、まあ、ダウンロードできる画面に、があります。 で、これで一旦選択をすべて解除して、Google フォトだけをチェックして、まあ、下にスクロールして次へのステップに進むと。で、ここで配信方法としてダウンロードリンクをメールで送信となると、まあ、ちょっと、あの、遅くなる可能性があるんで、まあ、例えば Google ドライブに追加を選択して、まあ、ここで、あの、エクスポートを作成ということにしてみます。 でそうすると、こんな感じでエクスポート中ということで、エクスポートされます。で、エクスポートが終わったら、こんな感じで、あの、開けるようになりますので、今やったのがこれですね。11月12日の分です。で、これメールでも届きます。エクスポートが終わりましたということで。で、これを、じゃあドライブで開いてみると、まあ、こういった、あの、テイクアウトなんとか、ジップというファイルが、 保存されています。で、これを、あの、これを、これをダウンロードしてみましょう。で、ダウンロード、パソコンにダウンロードして、で、そのファイルを、の、アップするということをやってみます。で、これ、ZIP ファイルをこう解凍してみると、まあ、ちょっと、あの、 Windows だと文字化けしてしまうんですけど、こんな感じでデータが出ています。で、今回テスト用に Google フォトに入れたのが3枚のファイルなんですけど、それが日付ごとのファイルになったりしています。で、こうやって見ると、ここに JPEG というのがあって、まあこれを開くと、まあこういった写真が入ってるわけです。で、これ Google フォトのサイズが大きいと、このエクスポートの時間もそれなりにかかるかと思います。 これが私の Google フォトの画面なんですけども、先ほどダウンロードした Takeout っていうホルダーをそのまんまここにドラッグ、アンドドロップします。で、そうするとアップロードされます。で、この中には関係ないファイルもあって全部で13個なんですけど、まあ、これはアップロードする過程で写真ファイルじゃないなと思ったら、あ判断したら Amazon フォトの方で無視してくれます。 だから気にせず、とりあえず、今みたいにドカッとこう入れると。そうすると写真が3個入ってましたんで、まあこうやって3個入って、あとの10個のアップロードエラーというのは、その他のいらないものとして、まあ Amazon フォトの方で自動的に判断してくれます。まあこれで Google フォトから Amazon フォトへの移行ができるということです。でこれで Google フォトから Amazon フォトへの移行ができるわけです。 まあ、ファイルの量によって、そのエクスポートの時間が結構かかってしまうかもしれませんけど、まあ、あと、あの、アップロード、アマゾンフォトへのアップロードの時間もかかるかと思うんですけども、まあ、この方法でやれば、あの、移行できるかと思います。もし移行してみたいという方は、参考にしてみていただければと思います。では、最後までご覧いただきありがとうございました。